では満を持してこちらのコーナーに移ってよろしいですか。火曜恒例のこのコーナーです。ここからは火曜特集でございます。巷ではあまり話題になりませんが、深掘りしていくべき大事なお話をテーマを絞ってお届けする火曜特集、本日の内容はこちらとなっております。はい、やはりあさって、おとといがね、そういう日でございましたので、終戦特集と銘打たせていただきました。無条件降伏の嘘と東京裁判というタイトルになっております。2日前の8月15日、日本人が決して忘れてはならない終戦記念日でございました。今日はその節目にですね、多くの日本人の方々が現在も誤解をし、その弊害が及んでいるのではないかと思われるポツダム宣言と東京裁判について、改めて見直して検証してまいりたいと思います。まず一つ目のテーマに参りましょう。こちら、ポツダム宣言受諾は無条件降伏ではないというね、エクスクラメーション付きのテーマなんですが、マスコミや学校の授業では散々言われてきた、日本はポツダム宣言を受諾して無条件降伏した、しかしこれは正確には違う、実は違うんだという指摘が、百田さんのご著書日本国旗の中でされております、なされております。まずはその部分から見てまいりましょうか。どうぞ。私だけじゃない、いろんな方いると思うんですけどね。はい、失礼しました。はい、ひとまず日本国旗は、ね、出典としてのこの文章ですが、ポツダム宣言の第13項には、我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言しとあり、無条件降伏の対象はあくまで日本軍であって日本国とはなっていない、したがってポツダム宣言受諾は有条件降伏であると捉えるべきであろうと。これだけもですね、はい、捉えるべきであろうっていうのが、そのなんつうか、百田さんの解釈のように見えますけど、はい、いやそうじゃないんですよね、これ。決してそれは。はい。はい、あ、その後ろ出てくるかな。あの条件がつらつらと流れ書いてあるんです。はい。はい。まあそれどうぞ。ではそのポツダム宣言のね、条文そのものを見てまいりましょうか。はい。はい、この抜粋ですけれども、ちょっと読んでみましょうか。我らの条件は以下の通りで、これに代わる条件は存在しない。日本軍隊は完全武装解除後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会が与えられる。ちょっと待ってください、はい、これ5項で書いてある、条件は以下の通りでと書いてあるんで、6項から13項まで条件がザラザラーっと書いてあるんですよ、はい、でこれがまさに、ポツダム宣言が言ってる条件なんですね、うん、だから無条件降伏ではないんですよ、はい、で無条件降伏って言葉はどういうことを連想させるかというと、うん、もう我々は何をされても文句言いませんと、場合によっては殺されても仕方ないんですぐらいな、奴隷にされようが国を潰されようが文句を言うなってことですね。そうなんです、はい、そういうものというふうに印象付けたんですね、これ、はあはあ、これとんでもない嘘なんで、ここは明確にしなきゃいけないと、ちょっと今の出しておいてもらっていいですか、はい、もう一回今のもう一回出しておいてもらっていいですか、こちらですね、はい、でこれも先取りになっちゃうかもしれませんが、9項にはこう書いてあるんですね、日本軍隊は完全武装解除後、各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的な生活を営む機会が与えられると、ポツダム宣言で言ってにもかかわらず、うん、はい、この9項に違反した国があるでしょ、はあ、ソ連ですね、はい、ソビエト連邦ですね、日本の兵士を奴隷としてシベリアに抑留したんですよ、民間人も含めてね、60万人、これとんでもないポツダム宣言違反なんですよ。そうですね、日本はですね、このポツダム宣言に一切違反してないんですが、まず9項についてはソ連が違反した、はい、次ちょっと見せてもらっていいですか、読んでみましょう、はい、我らの不良を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰が加えられる、民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべきだ、言論宗教及び思想の自由、基本的人権の尊重は確立される。これよく見てください ね、 確立されなかったね、まず前半、はい、不良を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰、つまり戦争犯罪人に対して処罰が加えられると言ってるんですね、でしかも例示しているのは不良を虐待した者を例示してます。これ何を意味しているかというと、はい、その戦争犯罪っていうのはこのポツダム宣言当時いくつか決まってたんですね、はい、一つは不良の虐待、はい、もう一つは非戦闘員に対する殺害行為、民間人の虐殺、はい、これに違反した国ありますね、いっぱいありますね、はい、はい、
アメリカひどいですよ、東京大空襲 で一夜にして10万人 の、ね、女性老人子供を殺しましたね。民間人の虐殺、これ明確な戦争犯罪、戦争犯罪、もちろん広島長崎に対する原爆投下、これも大変な、戦争犯罪。沖縄の民間人も何万人も殺しましたですね、はい、で民間人だと分かっていながら民間施設を攻撃すること、これもあの、まあ、いわゆるその何て言うんですか、民間施設の攻撃、これ原則として戦争犯罪なんですよ、はい、でこれらを犯しているんですね、アメリカは、はい、でそのことを連想させたくないがために、これは私の推測ですよ、なるほど、もう一回見せてください今の、なるほど、我らの不良を虐待したものを含む一切の戦争、これだけわざわざ例示してるのは、実はですね、アメリカ軍も実は不良の虐待を相当やってます。本当はアメリカ人は捕虜をたくさん殺してます、たくさん殺してます、はいはい、でもそれは表沙汰になっていませんでしたので、はい、誰が見ても戦争犯罪を行ってるなっていうのは民間人の虐殺、あるいは不必要な大量虐殺、あるいはその不必要なその残虐な兵器の使用、これももちろん原爆の使用ですね、これも戦争犯罪なんですよ、でもそれはすぐに連想してしまいますから、みんな知ってるから、でも知らない、表に現れてないものだけ出したんです、これ。なるほどね、としか思えない、イメージ操作ですね、これです、はい、これを実際最初の一義いられいませんもんね、本当やったら戦争犯罪に対しては厳重な処罰が加えられる一言でいいのに、わざわざ我らの不良を虐待したものを含むという一行を入れることによってイメージを操作してますね。かつ、うん、戦争犯罪っていうのは当時の国際法上認められてた戦争犯罪に対して厳罰の処罰を加えるなら、これはしょうがないんですよ、ポツダム、いわゆるハーグ陸戦条約、はい、これアメリカにも、アメリカはハーグ陸戦条約加盟してますからね、うん、はい、ところがそれ以外の犯罪行為を勝手に作って処罰したのが東京裁判、これは後で言いますね、はい、で後半部分、はい、日本政府がちょっと待って、はい、言論宗教思想の自由基本的人権の尊重は確立されると言ってますが、されてなかった、GHQ の占領下で、はい、もうとんでもない検閲を行って散々出されましたね、東京裁判の報道でもですよ、はい、都合の悪いものは一切通訳もさせなかったです、うん、これ一つね、アメリカ人の弁護人がどうなってんだと、原爆を投下した国が日本を戦争犯罪で本当に処罰できるのかというふうに弁論を展開してるんですよ、アメリカの弁護人が、はいはいはい、素晴らしい弁護人もいたんですよ、はい、そういうものは全て思想統制して、あるいは表もう、言論統制して一切報道させなかったです、とんでもないですよこれ。だからそのポツダム宣言違反したのはソ連とアメリカなんです、しかもあの言論検閲に対しては確か30項目にわたってありましたね、はい、これを言うな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 って、すごくたくさんあったんですよね、はいはいはい、で最後言っていいですか、はい、日本政府が直ちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、その行動の誠意について適当かつ十分な保障を提供するよう要求する、これ以外の日本国の選択は迅速かつ完全なる壊滅あるのみである。で無条件降伏という言葉はここに初めて出てくるんですよ、なるほど、全日本国軍隊の無条件降伏といって、日本の降伏は、うん、あれポツダム宣言に書かれている第6項から13項までの条件付きの、こういう条件で、降伏しなさいよとポツダム宣言は言ってるわけです、でそれを日本を受け入れたんです、はい、っていうことなんですよね、しかもその中にある無条件降伏というのはこの第13項に初めて出てくる言葉なんですね、でそれをそのいわゆる、うん、私たち日本人がこれをオーバーに受け取ってるんですね、我々は、うん、あの1945年にポツダム宣言を受諾して無条件降伏したというふうに教科書で教えられてますからね、はい、ただですね、あの日本人が勝手に誤解したわけでもなく、うん、そのマッカーサーはですね、マッカーサーの功罪は非常に大きいんですが、まず罪の方ですね、マッカーサーはこの占領政策を行うために無条件降伏という言葉を一生懸命使ったんですよ、でそれで日本を洗脳しようとしたんです、でそれに対してですね、日本の当時の外務省の条約局長が、いや、あの日本は無条件降伏してませんよと、あのポツダム宣言よく読んでくださいと、あのちゃんと条件のついたものがポツダム宣言でしたということを言ったんですよ、そしたらマッカーサー激怒しまして、これであの左遷されたんです、日本、あの条約局長がね、
でそのためにもうみんな恐れまくったんですよ。これ無条件降伏、その通り日本は無条件降伏したと言わないとえらいことになると、自分の身が危ないと思いました。でもちろんもうマスコミもこれはもうご都合主義ですから、マスコミっていうのは、はい、とにかく金儲けのためにはもうポツダム宣言違うわ、マッカーサーの言うことを聞こうという話になった、はい、なるほど、これはマッカーサーの功罪の罪ですね。なるほど、はい、そこで日本がですねポツダム宣言を受諾するに至るまでにですねアメリカとこういう応酬があったということなんですが、そこも見てまいりましょう、はい、どうぞ。受諾前日米の応戦とありますが、日本が8月10日に出した長崎原爆投下の翌日ですよね、ソ連の宣戦布告もありました、ポツダム宣言受諾電報、右宣言は天皇の国家統治の体験を変更する要求を含まないという了解のもとにこれを受諾すると、はい、これに対する国務長官、アメリカ国務長官ジェームズ・バーンズの回答は、天皇の国家統治の体験は占領とともに連合国軍総司令官のもとに置かれるという表現だったんですね。これねちょっと待ってくださいね、はい、このまず上に書いてある、うん、日本がわざわざこれ言ってるのはね、なんで言ったかというと、これねあの裁判所の和解する場合、弁護士がその交渉して和解文書を作る場合、和解書を作る場合、よくあるんですけど、書面を見れば明らかなことであっても、つまりポツダム宣言にはですね、天皇の体験をあるいは天皇制を廃止するとか、あるいは天皇を処罰するとか、天皇を死刑にしますよとか、いうことは一切書いてないんです、ね、つまり日本あのさっき言ったように、ポツダム宣言の6項から13項までをが条件ですから、はい、それ以外の条件ついてないんですよ、はいはい、ついてないから聞くまでもないんです本来はね、あ文書上はですよ、書面だけ読んだら聞くまでもないことだけども、しかし戦争した相手方だから何をするかわからんと、だから確認しときましょうというのがこの文書なんですよ、はい、そのことを間違えちゃいけない、日本が条件をつけようとして出したものじゃないんです、これは、なるほど、これは間違えちゃいけないです、でじゃあ国務長官バーンズは何と言ったかというと、はい、天皇の国家統治の体験は占領とともに連合軍総司令官のもとに置かれるというふうに書いてるんで、はい、それはあの否定しなかったんですが、あのなんていうんですかね、そのあまり明確に解釈が分かれるところですね、うん、微妙な解釈できるところですね、言っちゃいけないんで、はい、それはもう本当のこと言うと、アメリカ側からすれば、いやポツダム宣言よく読んでよと、そんなこと書いてないんだから、わざわざそんなこと聞かないでよと、このあとアメリカが政治的ないろんな行為で考慮でもって、例えばの話、天皇をその戦争裁判にかけるべきだという意見も出てくるかもしれないし、そういうこともあるから余計なこと言わないでよと、余計なこと言ってこの停戦が壊れたらどうするのという気持ちなんですよ、あれ。なるほど、書いてるのはね、法律家同士のやり取りだね、これ。そういうことなんですよ。はあ、これ条約と一緒ですからね、これ、はい、なるほど、日本は一応書いてないけど、はい、ここは保証してくれるっていう、まあ、一種覚書みたいなのも入れようとしたわけですね。そうですね、そのまあ確約を取ろうとした。ほなそれに対して、いやちょっと待って、条件ポツダム宣言には書いてないことをわざわざ改めてここで言明するわけにいかないよみたいな返事だったんですね、うん、それ言ったら国内から批判したら出たらどうすんのと、せっかく戦争を終わらそうとしてるのにそんなこと言わないでよという気持ちが現れた文章なんです、これ。あ、はい、これにさらなるやり取りがありましてですね、続けましょう、どうぞ。日本の回答が、天皇は国家統治の体験のもと連合国軍総司令官の占領に協力する、うん、これに対して交渉の決裂を恐れたアメリカは、日本がポツダム宣言を無条件で受諾したものとみなすと通告し、そのようにプレスに対してもリリースしたと。これ間違えてくださいね、無条件で受諾したのは無条件降伏じゃないですからね、はい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 、ポツダム宣言を無条件で受諾した、はい、その通りなんですよ、はいはい、ポツダム宣言に書いてある条件はそれしかないんですから、はい、それ以外のことをしちゃいけないんです、アメリカは、はい、それに沿わなきゃいけないんです、はい、連合軍はね、はい、ということなんです。だから全然間違ってないんです、両方とも。なるほどね。このやり取りで、終戦が4日か5日伸びたんですよね。
そうですね、本来は10日の日に、ポツダム宣言を受諾するというような電報文を連合軍に日本は送ってるわけですね、でその時に送った時にこの先ほどお伝えしたあのあれですね、その、一応覚書をちょっとちょっと入れてしまったということですね、覚書というか、はい、まあまあ、確認ですね、はい、確認を入れてしまった、はい、でこのやり取りで伸びたんですね、で結局日本側はやっぱりそのいわゆる国体の護持が保証できないかもしれないとビビったんですね、そうなんです、うん、これでは、はい、まあ、そういうことがありました、はい、そうですね、そんなということもね、うんうん、でこの結論に至るまでの日本側の緊迫した様子、御前会議の模様をですね、百田さんのご著書日本国旗記載されております、その部分を引用させていただきましょう、どうぞ。ポツダム宣言受諾は昭和20年1945年8月9日の御前会議で決定した。場所は宮中御文庫付属庫の地下10メートルの防空壕内の一室だった。時刻は午後11時50分、列席者は鈴木貫太郎首相、外務大臣、陸軍大臣、海軍大臣、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長、枢密院議長の7人であった。他に陪席4人、司会の首相を除く6人はポツダム宣言受諾派、外務大臣、海軍大臣、枢密院議長と徹底抗戦派、いわゆる本土決戦を主張する人々ですよね、陸軍大臣、陸軍参謀総長、海軍軍令部総長で真っ二つに分かれた。日本政府がポツダム宣言を受諾すれば天皇は戦犯として処刑される可能性もあったが、会議中一切発言しなかった。時に昭和天皇は44歳であった。中略、日付が変わって午前2時を過ぎた頃、司会の鈴木貫太郎首相が、事態は一刻の戦延も許されません、誠に恐れ多いことながら陛下のおぼし召しをお伺いして意見をまとめたいと思いますと言った。はい、さらに続きます、ずっと沈黙を守っていた昭和天皇は、それならば自分の意見を言おうと初めて口を開いた。一同が緊張して見守る中、天皇は言った。自分は外務大臣の意見に賛成である。日本の敗戦が決まった瞬間であった。恐ろしいまでの静寂の後、部屋にいた全員がすすり泣き、やがてそれは号泣に変わった。薄暗い15畳ほどの地下壕で11人の男たちが号泣する中、昭和天皇は絞り出すような声で言った。本土決戦を行えば日本民族は滅びてしまうのではないか。そうなればどうしてこの日本という国を子孫に伝えることができようか。自分の任務は祖先から受け継いだこの日本を子孫に伝えることである。今日となっては一人でも多くの日本人に生き残っていてもらい、その人たちが将来再び立ち上がってもらう以外にこの日本を子孫に伝える方法はないと思う。そのためなら自分はどうなっても構わない。という光景が展開されてますね。そうですね、うん、はい、これすごいことですよね。まあ、3対3で分かれて膠着状態だったんですよ、はあ、徹底抗戦、あとポツダム宣言受諾派がね、でこれが延々2時間ぐらいやっても全く拉致が分からないというか、もうお互い相譲らず、でその時にもう昭和天皇は44歳ですけど一言も喋れなかったんですよ、自分の命がかかってるんですね、本来ならその何か言いたくなると思いますが一言も言わない。これはもう昭和天皇は自ら自分にこう貸したことがありましてね、その、自分は独裁、政権ではないと、独裁国家ではないんだと、はい、日本は立憲君主国、独裁君主ではないと、ですからその国民の選んだ内閣、その内閣の決定に関して私が異議を申し立てるということは、もうこれはもう自分は独裁、君主になってしまうと、だからそれはしたくないということで、もう一切こう口を挟まなかったんですね。で最後に鈴木貫太郎がもう時間はもう迷ってる暇はないと、でもう3対3は分かれん、もう膠着状態なんで、ここはもう陛下の一言で決めたいと思いますと、そこで初めて語った言葉は、自分は外務大臣、統合外務大臣の意見に賛成であると、つまりポツダム宣言受諾すると、はいはい、この瞬間に日本の敗戦が決まりました。これ8月10日です。ちょっと余計なこと言っていいですか。どうぞ。鈴木貫太郎は自分の意見言わなかったんですか。鈴木貫太郎は一応司会の役目で言わなかったんですよ、うん、そこはね、まあ、普通の会議と違うんですよね、うんうん、賛否両論一緒だった時は議長が決裁するっていう会議ルールもあるんだけど、うんはい、なぜここはその天皇陛下に意見を求めたのか分かります？
あのね、これは類推、これは推察ですけども、はい、鈴木貫太郎首相は、はい、おそらく最初の根回しのあたり、あるいはいろんな人の条件話聞いてて、うん、膠着状態になるだろうとおそらく呼んでたと思うんですよ、ね、はい、それでお互いは多分譲らないだろうと、うん、でここで自分が決めてしまうとこれ自分の決定になりますよ ね、 そうですね。でおそらくだから鈴木貫太郎は従わないと、あの、うん、自分が言ったんだ、それで、うん、おそらくお互い譲らないだろう、その時に最後に、うん、あの昭和天皇の意見を求めようと思ってたと思うんです。でしょうね、はい、それでおそらく鈴木貫太郎はもともと侍従長でしたよね、天皇の、だから天皇、はい、昭和天皇 の、 あの、うん、心中をよく知ってたんですよ。でしょうね、はい、でおそらく昭和天皇に最後に、意見を求めたら多分ポツダム宣言受諾にするだろうと思ってたんですね、うんうん、だからねこれ実はこれかなりちょっと略して書いたんですが、うん、これ佐久水久常さんという当時の内閣官房長、書記官長、はい、今の官房長官みたいなもんですけど、うん、はいはい、これが昭和30年にこれ語った肉声のテープが残っててね、でそれを私そこからもう、うん、この文章を書いたんですけど、はい、それによりますとですね、その時にその陛下の申し入れしようって言った時に穴見これしか陸軍大臣が、はい、あっと慌てたらしいんですよ。なるほどね、ちょっと待ってくれと、なんかね鈴木貫太郎に声をかけたらしいんですよ、はい、ちょっとそれ聞いてないということで、ね、はい、その時に、鈴木貫太郎はその声を無視して、うん、そのまま昭和天皇の一言お願いしますと言ったらしいんですよ。鈴木貫太郎の戦略ですね。戦略です。だから荒見惟一は、うん、あの陛下はポツダム宣言受諾するかも、するという判断をするかもしれないと荒見大臣は思ったみたいですね。思ったんですよね、はい、うんうん、ですからあっとそれを止めようとしたんですが鈴木貫太郎はそれを無視してやったみたいなことが、うん、まあ、そういうようなことが佐久水さんは、後に書いてます。なるほど、はい、なるほど、わかりました。だからドラマもあるんですよね、ちなみに、まあ、今荒見惟一の悪口を一瞬言うたような思いますが、荒見さんというのもこれまた立派な軍人でね、この後陸軍はですねもう決起する青年将校たちがもうとにかくポツダム宣言の受諾なんか絶対、玉音放送なんか放送させないということでクーデターを起こして、宮中を一回占拠するんですけどね、はいはい、いわゆる一回の注意が森師団長中将を切り殺すというのはこんなもうとんでもない事件が起こるんですが、でここでもしかしたら陸軍全体がクーデターが起こるかもしれなかったんですが、はい、荒見惟一は、ポツダム宣言の玉音放送が終わった後に 自宅に戻って切腹するんですよ、でいわゆる荒見が切腹、荒見大臣が切腹したということで一気にそのいわゆる抑えられたと、あのクーデターみたいなその、徹底抗戦の将校たちはみんなとも喪に服す形で、だから荒見惟一はこれ自分の命を持って、いわゆる青年将校たちが逆あの暴れまくって一億総玉砕というね、そういうような道をやめ、あの自分の命でもって抑えたんですよね、はい、まあ、そういうドラマもありました。強烈な人望の、ね、持ち主だったというね、はい、さらにですねこの続きがあるんですよね。連合国からの回答の中に国体護持を保障する文言がなかったためですね、天皇陛下の処刑の昭和天皇の処刑の可能性もあったということで、まあ、先ほどのやり取りですね、はいはい、政府は再び御前会議を開催します。そこで昭和天皇、時の、ね、天皇陛下がこう発言されたという。私の意見は変わらない。私自身はいかになろうとも国民の生命を助けたいと思うという再度の御前会議でのご発言という。そうですね、この時はごめんなさいね、私喋って結局、まあ、連合国とのやり取りがありましたね、で日本は何としても国体の護持、つまり天皇の処刑だけはやめてねというような、そういうようなもう文言を引き出そうとしたんですが、アメリカ軍はそれに対して一切そういうことは言わなかった、でここでここまでアメリカ軍が天皇の命を助けると言わないということは、これはもう天皇を戦犯としてやる意思があるなと、その当時日本政府は考えて、でこの時にその8月14日には今度は全閣僚22人が集まるんですよ。でこの時はもうさすがに全22人も天皇が処刑されるようではこれはもう徹底抗戦しかないなという、そういう空気になるんですね。でこの時に昭和天皇は立ち上がってその全閣僚の意見を封じるわけですよ。私の意見は前回と一緒だと、私自身はどうなろうとも国民の命を助けないと、まあ、この後続きもあるんですけどね、つまりもう、もう自分はそのためならどんなことでもするって言ってるんですよ、はい、何でもする。
ほんでおそらく国民が何も知らさない国民はおそらく納得できないかもしれない、そのためには私はマイクの前に立つって言ったんですよ、国民のマイクの前に立つ。そしてね、おそらく陸海空軍は、空軍ないけど陸軍海軍はの兵隊たちは納得できないかもしれないと、それなら私がどの場所へでも行って、その兵隊たちをちゃんと解き諭すと言ってるんですよ。はい、これ私はね、子供の頃は全く正直申し上げると、はい、まあ、昭和の教育で育ってますから、まあ、天皇制というものがね、一体日本にとって何の意味があるのかなと正直思ってました、はい、でまあこういう歴史上の史実を見ていくとですね、はい、やっぱりそれぞれの、まあ、皇帝陛下とかいろいろヨーロッパにもいましたね、はい、みんな逃亡してるんですよ、はい、逃亡亡命みんなしてるんですよね、はい、それはもうどんな人間でも自分の命はそれ惜しいですから、はい、だけどもそのあるいは他人に罪をかぶせてね、はい、罪をかぶせてね、はい、でもそれをやっぱりしなかったというところを見ていくとですね、やっぱりそれはその日本国のね、まあ、象徴というものに本当にふさわしい人たちがやっぱり、はい、人たちというか、はい、まあ、明治天皇も含めてね、はい、ちゃんといたんだなっていうことはやっぱりこれちょっと誇りですね、はい、はい、はい、続いてのテーマに参りましょう。こちらです。ここからは東京裁判の虚構という点ですが、はい、この問題をね、一点だけ、はいはい、さっきのその無条件降伏の嘘がありましたね、はい、これ実はそのポツダム宣言出す、まあ、ポツダム会談ですね、はい、の時に、まあ、スターリンはこれトルーマンがですね、実はもうアメリカの将兵をこれ以上殺したくないと、はい、でトルーマンは何としても終戦したかったんですよ、はい、でそのために、まあ、条件付きで、うん、さっき言ったような条件を上げて日本を説得して、はい、終戦に行きたかった。ところがスターリンはですね、無条件降伏させたかったんですよ、もう何でもありにしたかった、はい、つまり、シベリアにみんな連れて行きたかったんですよ、はい、なので、はい、トルーマンに対して大変不満があった、スターリンは。ところがスターリンはそれで、まあ、どうしてもそのトルーマンがね条件付きで降伏させたいというもんだから、はい、これ飲むんですけど、スターリンは、はい、で飲んだ時にどう言ったかというと、条件付き終戦でも、うん、日本を非武装化した後には、はい、実質的には無条件降伏にすることができようと言ってるんですよ、むちゃくちゃ、ね、スターリンは。でまさにその通りになったんですよ、でこれはマッカーサーが実は こういうこれを利用してですね、はい、うまくすれば無条件降伏させたかのようにできると、マッカーサー考えて洗脳したんです、当時の日本人とマスコミを、まあ、マスコミを統制しながらね、お前たちは無条件降伏したんだぞと、だから、ね、その占領軍がすること、その GHQ がすることに対して文句は一切言っちゃいかんのだと、何でも言うとおりせえと言ったんです。で国際法上はですね、占領下にある国の法規範を勝手に作っちゃいけないことになってまして、当然憲法を勝手に作ってもいけないんですよ、作っちゃいけない。ところがそんなものも全て無視して憲法草案を作ってこれを押し付けたんです。で日本が独自に作ろうとしてもそれは一切認めなかった。でそれは無条件降伏という洗脳があったからこそできたことなんですよ。なるほどね。この嘘をですね、実はマッカーサーは占領政策をうまくやるために、はい、使ったんですけど、この嘘はね、ところがその後の日本のマスコミってのはアホですから、これをそのまま鵜呑みしただけじゃなくて、実はその東京版裁判士官を受け入れるために無条件降伏という嘘を未だに出し続けてるんです。70年以上経ってもね、はい、で NHK のその特番見ても必ず無条件降伏で出てきますから、まあ、どうぞ先言ってください。なされませんよね、はい、その点、ね、その前に極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判、どんなものなのかというおさらいからね、いきましょう、はい、どうぞ。正しくは極東国際軍事裁判と呼ばれる東京裁判ですが、1946年昭和21年の5月から23年1948年の11月にまでかけて東京市ヶ谷の法廷などで行われ、東条英機ら7名絞首刑、18名禁錮刑、その他は未決で釈放となったわけですね。で戦犯、いわゆる戦争犯罪人の区別ですが、 A 級が平和に対する罪、 B 級が通例の戦争犯罪、そして C 級が人道に対する罪とされて、この区分けされたということなんですけれども、
北村さん、ここからまずお伺いしてよろしいですか。そうですね、はい、まずはっきりしておきたいのは C 級人道に対する罪では、このとんでもない東京裁判でも有罪になった人は一人もいなかったんです。でただこの平和に対する罪というのはですね、何としても東京裁判はこれ有罪にしたかったんですね。でこの先出てくるのかな、出てきますね。じゃあ先行きましょうか。はい、はい、分かりました。でこの東京裁判の問題点についてはですね、百田さんも日本国旗の中で指摘されておられますけれども、まとめてみました。こちらです。まず罪刑法定主義の無視、そして法律不訴求の原則に反する点、それから根拠はマッカーサーによる行政命令に過ぎないこと、さらにこれが事後法による判決である、永久戦犯、平和に対する罪というものがそもそもどうなのか、根拠ですね。そして起訴日が昭和21年4月29日なんですけれども、これは昭和天皇の誕生日にあたり、戦犯たちが処刑された、公主刑にされた日が昭和23年の12月23日、これは当時の皇太子殿下、現上皇陛下ですね、の誕生日に当たっていたと。嫌がらせですね、これ、偶然や言う人もいますけど、偶然じゃ、はい、こんな偶然ありえないです。なんでイロハのいいかっていうとですね、これもちろん法律がなければ犯罪はないし、はい、法律がなければ処罰しないんだよと、はい、これ罪刑法定主義当たり前でしょ、はい、でこれは近代法では、はい、でこれはいわゆる法治主義の根幹なんですよね、法で治める、はい、人が自由に皇帝がいて、あるいは王がいて、自分の意思で何でもやってしまう、これは人治ですね、はい、これは中国はそうですけど、はい、しかし中国共産党でさえ一応法治の建前は取ろうとするんですよ、はい、だから、国安法も作ったでしょ、わけのわかんない曖昧な条文を作って誰でも処罰できるような法律を作るんですけど、それも一応建前は罪刑法定主義の建前を取るんですよ、はい、中国でさえですよ、はいはい、ところがこの東京裁判というのはとんでもなくて、その国際法上全く犯罪とされていなかったものを突然犯罪にするんですね、と決めて、まあ、法律不訴求の原則に反するのもその通りなんですけど、やる。でこれに対してですね、まあ、清瀬一郎弁護人、この人が、まあ、冒頭ですね、東京裁判の冒頭で、まあ、管轄権がないよこの東京裁判では、なぜかというと、平和に対する罪っていうのが国際法上そんな犯罪あったかと今まで一度もそんなものはなかったぞと、そんなものを勝手に作り出して、裁判をしようとするものはそれはおかしいでしょと、この法廷で裁けるはずもないじゃないかとまず言ったわけです。もっともです。でこれあまりにも当たり前すぎて、そのウェブ裁判長はですね、困ったんですね。これ困りますよね、ものすごい困って反論できないので、これについては後で理由を述べますと言って後回しにしたんです、ところが後回しした挙句、最後の最後まで一切それを述べずに勝手に有罪判決出したんです、こんなものはですね、文明国がやるものじゃないんです。これはあたかもですね、西部開拓時代に、みんなでリンチのような裁判やりましたね、こいつはダメなんだと言っていきなり縛り首にする、これと同じことやった。つまり野蛮すぎて、復讐の儀式のようなね、だからこれ法律がどこにもないわけですからね、勝手に作るわけですからね。そうそう、だからこれどんな法律家が見ても、これ本当に誤解しないでもらいたいんですけど、いやいやとどんな法律家が見ても東京裁判は裁判に値しないよっていうことは間違いないんですよ、だからさすがに日弁連もこれはですね、東京裁判は裁判だとは言わないんですこれ日弁連ですね、さすがの日弁連も言わないんですよ、やっぱ一応さ、もう草あっても法律家やね、でそのことはね、絶対に忘れてほしくないですね、どうぞ、はい、さらにその指摘されている東京裁判の問題点あぶり出されてきましたが、それはこちらですね、判事は戦勝国側の11カ国から1人ずつ任命され、中立国からは実は1人も選ばれていなかった。検察側は各国代表の11人、弁護側は宇沢房明氏が
弁護団長清瀬一郎氏が副団長に選任されました。しかし戦勝国米国の弁護人25人も加わったということで、さらにですね、日ソ中立条約を一方的に破って対日参戦宣戦布告したソ連が裁判官席検察官席に座り、日本による対ソ侵略を糾弾していた。めちゃくちゃなんですね。すごいで、あの一番上ですけど、これ重要なことでね、まあそうですね、私と百田さんが訴訟をやったとしましょう、はあ、仮にね、はい、仮に訴訟をやったとしましょう、で裁判官を私の息子と娘だけを選ぶんですね、これはい、で私から例えばの話、私が稼いで食べさせている息子と娘とかみさんを、はい、この裁判の裁判席に座らせるんですよ、裁判官席に、それで百田さんに不利な判決を出すってやつですね。こんなものは裁判とは言えないんですね、はい、あのもしどうしてもやりたいならスイスなどの中立国の裁判官だけにしなきゃいけないんですよ、せめてね、せめて、はい、それを中立国から一人も選ばれてないって大変重要なことなんですよ。こんな茶番あります？ないですね、アホですねこれ、はい、しかしそれでもね、裁判の最後にインド代表のパール判事ですね、はい、が提出した判決文がございます、はい、現在の教科書にはなかなか記述されていない、しかしもっと知られるべきではないかという文章が、ね、ございますが、その一部をちょっとご紹介しましょう、はい、どうぞ、ラダビノード・パール判事の判決文ですね。時が熱狂と偏見を和らげた暁には、また理性が虚偽からその仮面を剥ぎ取った暁には、その時こそ正義の女神はその計りを平行に保ちながら、過去の懲罰の多くにそのところを変えることを要求するだろう。戦勝国は敗戦国に対して憐憫から復讐までどんなものでも施しうる立場にある。しかし戦勝国が敗戦国に与えることのできない一つのものは正義である。少なくとももし裁判所が法に反し政治に根ざすものであるならば、その形や体裁はどう繕っても正当な裁判とは言えない。もっともやね、これ厳しいですね。そしてそ、ね、はい、続きます、はい、もし非戦闘員の生命財産の無差別破壊というものが未だに戦争において違法であるならば、太平洋戦争においてはこの原子爆弾使用の決定が第一次世界大戦中におけるドイツ皇帝の無差別殺人の指令及び第二次世界大戦中におけるナチス指導者たちの指令に禁止した唯一のものである。本件の被告の場合はナポレオンやヒトラーなど独裁者のいずれの場合ともいかなる点でも同一視することはできない。これですね、あのパール判事が当然もう当然のことに指摘してくれてるんですが、さっきも申し上げたように、はい、そのアメリカ人の弁護人が25名入ってるんですね、で最初は弁護人になるのはなかなか避けたかったようですよ、はい、ところがそのやっぱり職業倫理ですね、この裁判の実態を目の当たりにして、こんなものを裁判として後世に残してはいけないと、アメリカ人の弁護士がですね真剣になって弁護してるんですよ、でその中にあってトルーマンを名指しでですよ、アメリカ人の弁護士が、はい、勇気あるね、こんなことをしたアメリカが裁けるのかというふうにきちんと主張してるんですよ、それを日本のマスコミが一切報道できないように GHQ はもうその統制したんですよ、でその GHQ の呪縛が解けた後ですよ、これをきちんと報道しない日本のマスコミって一体何なんですかねというのを言いたいですね、僕は。そうですね、はい、国弁護士でしたっけね、で、はい、もう一つだけ言うと、はい、実はその、まあ、パール判事も一生懸命その事実を見てたんですよ、手続きがおかしいよってこともパール判事はいっぱい言ってるんですけど、それだけじゃなくて本当に事実がそんな事実あったんだろうかということで膨大な証拠を検討してきちんと判決書いてるんですけど、その中で、はい、いわゆるこの南京大虐殺というものがこの東京裁判で突然捏造されたんですけど、はい、これについても厳しい批判を加えてまして、事実も全然違うじゃないかと、裁判はその形式的に外形から見てもとんでもないもう野蛮の極みだけれども、
認定された事実も全部違うじゃないかということを詳細に検討してるんですよ。そのことを忘れちゃいけないです、はいはい、なるほどね。最後の部分に、ね、参りたいと思います。どうぞ。日本の憲法は完全に機能を発揮していた。元首、陸海軍及び文官は全ての国家と同様状態を一致内で相互関係を維持していた。今時行われた戦争はまさに日本という国の戦いだった。これらの人々は何ら権力を簒奪したものではなく、国際的に承認された日本国の機構を運営していたに過ぎなかったと。そうだね。ここはだからヒトラーとかムソリーと違うということで言ってるんですね、うん、はい。でまあしつこいようですけど、はい、このパール判事の判決はですね、まあ国際法学会で、はい、多数の認めるところでね、東京裁判ってとんでもない裁判だったよねと、はいはい、アメリカ人の国際法学者も、まあ、ほとんどの人が認めてます、で実はこの裁判を主催したマッカサ、はあ、これマッカサ条例に従って行われた東京裁判、東京裁判そのものはマッカーサーの功罪の罪なんですけど、はい、実はマッカーサーはその後前半でちょっと申し上げた、はい、そのアメリカ上院の、まあ、外交軍事委員会でもって、まあ召喚されてこれに応じたんですね、はいはい、で応じた時のマッカーサーの意図としてはこれも翌年の大統領選挙に俺は出るんだと、はい、共和党の候補として出るんだと、その意気込みで出てったんです、で出てったのに対してですね、当時マッカーサーはその何百万人がそのアメリカ人が何百万人のアメリカ人が熱狂的に迎えるようなもん、超スーパースターだったんですよ、アメリカで。だからまあ正直有頂天になった面もあるでしょう。でこの外交委員会で聞かれたんですね。どう聞かれたかというと、当時はそのマッカーサーはトルーマンに対して、トルーマンに解任された後なんですけどね、はい、トルーマンに対してトルーマンの考え方は間違ってるんだと。トルーマンはどうしようとしたかと、朝鮮戦争を38度線でもここで妥協しようと、ここで停戦しようとしてたんですね。それでマッカーサー解任したんですけど、マッカーサーダメだと、これじゃと、はい、中国の脅威、中国共産党の脅威を忘れたのかと、これはとんでもないと、これは中国から共産党を排除、つまり共産党政権を倒すとこまでやらないと、はい、アメリカはその後100年間にわたって苦しめられるぞって言ってるんですよ、マッカーサーね、はい、でそれでトルーマンとその対立したもんですから、そういう背景があったので、はい、この委員会ですね、こう聞かれたんです。マッカーサーの戦略、これは中国を空と陸から、はい、封じ込める、空と陸から、まあ、海から封じ込めて、はい、というマッカーサーの戦略、はい、これは実は日本をその空と海から封じ込めるという、あなたの日本に対して行って成功したそれと一緒ですよねって聞かれたんです、はい、でこう聞かれたんで、マッカーサーどう答えかというと、いやいや日本と中国を一緒にすんなと、違うんだよと、中国はとんでもないけど日本は違うんだと、いうことを言い出したんです、そこで。なるほど。で、なんて言ったかというと、ここが有名なね、はい、マッカーサーの話なんだけど、日本はその小さな島国で8000万人の人間がいると、でものすごく優良で良質な労働力がいるんだと、ところが原料がないと、日本には石油もなければ綿もなければ羊毛もない、何にもないんだと。そういう中でアジア各地に日本が欲しい原料が散らばっている、それをそれまで自由に輸入できたものがこれを途絶えさせ、はい、まあ断たれたと、金融でね、はい、断たれた時に日本は何を思ったかというと、1000万人1200万人の失業者が日本に生まれると、これを恐れた日本はこの戦争を行ったんだ、だからこれは自衛のためのまあ安全保障上の、戦争だったんだと言ったんですよ、はいはい、マッカーサーが、はい、でこれは占領を行って日本人の考え方、そして東京裁判やってる過程で、はい、弁護人が出してきた証拠を見て、これやばいと、はい、これ日本と戦ったの間違ったんじゃないかと、
とんでもないということに気づいたからこその発言なんですよ。でこれをですね、今の日本のマスコミはどうしてるかというと、マッカーサーの発言のごく一部だけ取り出して、つまりマッカーサーはですね、そういう中国共産党の政権を倒すために場合によっては原爆の使用も仕方ないんだって言った、そこだけを取り出して、マッカーサーは気が狂ったって言ってるんですよ。そういうプロパガンダを今日本のマスコミやってます、はい、これ全然違うんだっていうことを言いたいですね。なるほどね。ごめんなさい、喋りすぎました。いやいやいや、いやもう東京裁判改めて勉強し直さなあかんと思いましたわ、はい、終戦記念企画として無条件降伏の嘘と東京裁判と題してお送りした後半の火曜特集でした。ここですいません、残念ながら本日もエンディングの時間を迎えてしまいました。改めまして火曜日の真相深入り虎ノ門ニュース、レギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのは作家の百田直樹さんと、そしてゲストコメンテーターは弁護士の北村春夫さんのお二方でした。本日も協力かつ濃密な解説を誠にありがとうございました。勉強になりました。またのご登場お待ち申し上げております。拍手が起こってる。ありがとうございました、はい、明日水曜日は